千葉県千葉市中央区にある歯医者 MF デンタルクリニックの安田です。今回の質問ですが、インプラントを使った入れ歯と従来の総入れ歯の費用の違いについてお答えいたします。保険で作る入れ歯、自費で作る、保険外で作る入れ歯、だいたいそこでまず金額が違います。と保険で作るとだいたい上下で作ってと2万円ぐらいですね。自費になると、と上だけで50万ぐらいします。でとインプラントに関しては、インプラントを使って例えば2本とか3本とか少ない本数で入れ歯を作った状態の金額だと、やはりインプラントの本数と39万かけるその本数に入れ歯のお金がかかるので、とそれプラス40ぐらいは考えてほしいです。また総入れ歯を全部と取り外しの効かない、私たち医院で取り外す入れ歯というのはちょっと語弊があるのかもしれないのですが、と AGC という入れ歯があります。それはご自分では取れません。普段の生活はご自分で普通に歯ブラシをしてもらって、ご飯を食べてもらってというふうに使ってもらうのですが、定期的にとメンテナンスに来られた時にこちらで器具を用いて外すものです。だいたいその金額になると、と上だけで300万、下が300万、300万円というととても高価なものではあるのですが、日々の生活の豊かさを考えると確かにその価値はあるかなと実感しております。また患者さんの声を聞いてもやはりとても満足されているので、その辺の詳しい話もご相談に乗れると思います。お気軽にご連絡ください。お待ちしております。インプラントに関してのお問い合わせは動画の下の URL 先よりお電話にてお問い合わせいただけます。お電話お待ちしております。